残念なお知らせでございますこの古民家住所がバレてしまいましたどうも古民家チャンネルの村長ですこの古民家チャンネルの古民家なんですがまあ、前回もねその前々回の動画でも言ってきましたが テレビ東京のホラー番組に出演させていただきました実はね私村長もテレビに出演したんですよはい今ねここに映像出てると思うんですけども田中って書いてますよね私田中じゃないんですけどまあ田中なんですよ <laughs> これにはね深いわけがあるんですよ実はねこの撮影の前にまあ、打ち合わせがあったんですよ あのまあ村長さんにも出演していただきたいと思うんですけど「名前どうしますか?」って言うんですよいや村長ですって言ったら名前ふざけてるからあの村長はダメですということで却下されたんですよびっくりですよねあの本名ですとか言って嘘ついたんですけど全然ダメでしたね村長はダメですと <laughs> あのホラー感なくなっちゃうんでダメですということで却下されてしまいました じゃあもう何でもいいですよ。あの、お任せしますって言ってね、あの、放送を見てびっくりしました。田中でした。<laughs> 田中って、いや、田中さんには悪いですけど、田中って。<laughs> で、あの、うちの息子がね、出てくるシーンがあるんですよ。で、あの動画を提出したときに、あの、息子の名前を呼んでしまってるとこがあって、あの、そこはちょっとカットしてくださいっていうふうに言ったんですよね。 で、じゃあ、息子さんの名前はどうしますかということで、話になって、いや、息子ももう、もういいです、何でも、適当で、という話でね、決まりまして、じゃあ、あの、田中さんの息子とか、そんな感じにしますね、とか言って、あの終わったんですけど、まあ、実際放送見たら、まさかの、高かひろくん。たかって、ま、たかひさんには申し訳ないですけど、高かって。まあ、さて、本題に戻りたいと思うんですけれども、 テレビ放送後から家の周りをうろうろしている方が増えてしまいました。全然嬉しくないけど、嬉しそうに喋ってますよね、私。なのでね、ま、さすがにこれ良くないと。あの、まだいたずらはされてないんですけど、まあ、なんかこう、親みたいな感じで、あの、この家を見てくる人が増えたんですよね。やっぱテレビの影響ってすごいなと思いました。 あの,あの番組ではね一切このチャンネルがあることを告知してくれなかったのであの告知してくださいって言ったんですけどねあの告知はしていただけませんでしたのでですけど、まあ、告知がなかったけど、まあ、YouTube で検索してたどり着いてくださった方がかなりいらっしゃいまして。 まあ、テレビはねなんかオワコンだとかね今皆さん言ってますけども、まあ、全然そんなことなくテレビってまだまだすげえなーと思いましたねあのー、撮影もかなり長時間撮ってましたし、まあ、編集もかなり凝ってましたし、まあ、やっぱテレビってすげえなーと思いましたということであのー、まあ家の周りをうろうろしている方が増えてしまいましたので防犯カメラを 追加することにしました。えっとね、現在カメラが、あの、前の庭と裏庭で2箇所だったんですよ。まあ、これだと、視角が結構あるんですよね。例えば、もしいたずらされてしまった場合、視覚があるので、簡単にいたずらされてしまうわけですね。なので、視覚がないように防犯カメラを2台追加いたしました。はい。 まあこんな感じで視覚がないようにバッチリとカメラを設置したわけです。それでね、あのー、何日か様子を見てたんですよ。まあこれももちろん遠隔であの確認できますし、まあクラウドで保存もされますんで、まあ安心なんですけどもカメラを見てたらね、変なのがまた映っちゃったんですよ。 とりあえずそれをご覧いただきたいなと思いますまず一つ目こちらどうですか意味わかんないですよねこれねそれでいつものあの部屋の中の二階のカメラこれもね同じタイミングで とんでもないのが映っちゃったんですよ。こちらもちょっとご覧ください。どうぞ。どうすっか、これ。やばくないですか。あの、テレビ放送を見ていただいた方はわかるかと思うんですけども、まあ、霊能者さんも来ていただいたり、まあ、あの芸人さんがいろいろ検証してくれたりとかあったんですけども、 結局この現象はなんだか分かんなかったっていうところで終わってるんですよね。まあうちでもまだ分かんない状態が続いているんですけれどもそこでですねあのうちのチャンネルの視聴者さんのコメントで「トリフィールドメーター」ってのがいいんじゃないかとかねあのトリフィールドメーターっていうのは電磁波測定器ね。あの例っていうのは 電磁波を出すすと言われてるらしいんですよ、まあ、僕は分かんないですけどね。なんか調べたらそんなふうに出てました。なのでトリフィールドメーター、要は電磁波測定器を、えー、設置するともしお化けとか霊とかいる場合には動いて反応しますよっていうことらしいんです。なのでトリフィールドメーター買いました。買っちゃいましたよ。ちょっと高かったですけどね。まあ面白そうなんで買いました。 あとね、コメントでよくあったのが、喋る人形を買ってくださいと、置いてくださいとね、いうことでよく言われてました。これは、あのー、喋る人形っていうのは、自分がこう、例えば、アイウェオっていうふうに喋ったら、その人形がアイウェオっていうふうに、オウム返しする人形のことなんですよ。なので、もし、霊体がそこで何か喋った場合、霊の声を聞くことができる。 っていう意味で喋る人形を置くことがよくあるらしいんですよ。ちょっと初めて知りましたけどね。はい。あんま死んでもンとかそんなに詳しくないんでわかんなかったんですけども。まあその2点コメントでよくいただきましたので、えっ、ー、と、買ってみました。今ね、設置して検証段階です。あの、とんでもないことが起こっております。かなりやばいです。あの、うち本当にやらせとかないので、 他のサイトはちょっとわかんないですけど、うちはあのガチでやっておりますので、なぜかっていうと、あのー、心霊チャンネルではないからでございます。あのー、徐々にそうなってきてるんですけども。あのね最近木材も高くて木買えないとか、あのー、仕事を変えて収録で働いてるからなかなか DIY できないとか、まあ、そういう言い訳させてもらいますけれども、まあ、なかなか DIY したいんだけど、できない。 あのコンクリート塗ったりとかいろいろやんなきゃいけないとこあるんですよ。穴も開いてるとこあるんでそこ塞ぎたいとかねいろいろあるんですけどもまあなかなか時間がないということでできないんでございます。ということで最後は玄関のの防犯カメラの映像を見てお別れしたいいと思いますこちらね先ほどの通りあり変な映像がカメラにガンガン映ってしまいましたので一通りね全部カメラを確認したんですよ。 そしたらやばいもん写ってましたよ玄関これちょっとご覧いただきたいと思いますどうぞ時は日中おおちょおおまえ何早っ早っ早おかえり